どうもイエローヘッドモニターのルーです。そろそろ大きくなってきたんで平安法解禁しようと思うんですが、ルーのケージの下にスロープみたいなものをこうやってかけようと思います。おならの木を買ってきました。キノコの栽培とかによく使うやつです。1本980円でした。こんな感じですね。よく見るとかっこいいです、すごく。そしたら切ります。2つに割れました。これをこんな感じでくっつけます。 OK、 完成しました。ちょっと木の長さが足りなかったんで下にこうやって台を置きました。不格好ですけど、まあしょうがないですね。これでルーがここからこうやって、こうやっていけるんじゃないでしょうか。ここはね、一応フックみたいになってます。よいしょ、こんな感じでね、フックみたいな感じにして引っかかるようにしてます。